わかった。バリボー。蚊取り線香をつけます。え、燃える燃える。止めてもらおうか。やろ。あれあっちも。はい。今日はシャインマスカット収穫を始めたいと思います。今日はあの袋掛けした袋を外してみたんですけども、まあ綺麗な房もあるんですけども、まあ全体にまあ天候雨が長めなり暑さなりもあるんですけど、劣化、粒が割れたり。その原因で腐ってるとは思うんですけど、まあ割れ花が多いで結構目立ちます。まあ、今年初めて作ったので、まあ、仕方ないのでまた来年は教えてもらいながらしていきたいと思います。まああのプロの人に聞いてみたら、まあ、今年は雨も長かったし、劣化腐り等もあって、まあ、作りにくい年だそうです。さっきちょっと食べてみたんですけど、まあ、あの 熟は、適度に熟してます。劣化もあるんで、もう少し袋を来年は外して、様子見ながら収穫していった方が、ロスがないのかなと思います。だまあ、綺麗なのはまあ置いといて、劣化した実を取っていきたいと思います。家で食べたり。綺麗なのどないそう。綺麗なの。あれはどうしても欲しいかな。贈り物にしたり、この苗もらった人にも一房だけ持っていこうと思ってます。ね、初めてのぶどう作り教えてもらえな簡単にできると思ってたんですけども、やっぱり収穫は、病害虫でですね、最後に綺麗な実作るのは難しい、何しても難しいなと思いました。そこの3つはかなり出来がいいですね。あのやっぱり太陽が当たりやすいところが綺麗なような気もしますね。向こうがデカしてないやつデカなってる。あれな、これやっぱりデカせんでも家庭用やから、それの方がええかもかね。割れ感が多いですね。まあ、この辺は綺麗ですね。一番まあ房が綺麗やなと思ったのはこれやけど、今年の場合は劣化もしてるから、今年は粒がたくさんつけた方が、割れかとか少なかったかも。一般の人でもできるの？一般の人でもできます、はい、収穫しますよ。ちょっと汚いな。これ回しようか。もっと汚いの隠しようか。まあいいか。販売したら。え、販売はいいです。2000円でって言うて。いや、十分こんな売れるけど。雨よけはだいたい9月上旬からでと思ってゆっくり見てたら、劣化が始まってるから、まあまあ、あんま美味しい消化パンもしてない。無農薬。いや、1回か2回は大戦とかやったけど、それブルームやから大丈夫や。いけるやろ。種あった。アルバイマンね。完璧やないか。いけに今噛んでんやん。はい、もうええで。綺麗が全てじゃない。はい、今日はね、8月の作業見ていただいたと思いますけれども、今日ね、メインは家庭菜園のブドウの収穫、マスカット、シャインマスカットの収穫がございまして、意外といいのになっておりました。はい、食べた後、食べたんですけど、美味しかったですね。
で、草刈りやらせていただきまして、久しぶりに。面白いですわ。たまにやると虫いっぱいなんですけどね。蚊取り線香をつけてたらそんなに寄ってこないんで、はい。蜘蛛の巣がちょっと顔にいっぱいかかっちゃったんですけど、まあそれも、はい、綿飴やと思ってやっております。で、今突っ張り引っ張り誘引やっておりますので、収穫まで柿はそんな感じでやっていきます。9月もう頭から、早い品種は取っておりますので、それに引き続きメインである種早生収穫を収穫していきます。ハウスもね、9月頭からってことで、いろいろ事情があって、そういうことになったんですけれども、はい、トルプルブッキングですけれども、全部、要領よくやっていきます。今後とも、お楽しみに見てください。はちゃめちゃになるかもしれませんけど。そんな感じかな。今日は暑いんで、ジュース飲んで帰ろう。明日はね、ちょっと、柿の、決起集会ってことで、バーベキューもあるんで、そちらも動画に収めればと思います。野外なんでね、収穫前の最後の決起集会です。では帰りましょうか。お疲れ様でございました。なので田舎が楽しい、面白い、こんなことやってほしい、珍しいと思いましたら、チャンネル登録とグッドボタン、またコメントお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、次回さよなら。家から先やってみたらあるやん。これちょっと持ってこない。もうこれこのまま鍋か。よし。鍋じゃ蒸し先は何だっけ。パチパチ言うと。こっち買うのもうゼロやん。じゃあ皆さん、足元悪い中、お集まりいただきありがとうございます。めっちゃ元気ええわ。しびれる。うまっ。あとこれ。もう諦めてるし、すみません、お世話になりまして、もう鍵も始まりますんでね、もう始まってる人おるファイヤーバー、ロリのカバン持ってた。高校だけ出会ってました。全然上がってへんしょうがない。よっ。